はい、はじめまして、野水でございます。私、この会へ出させていただいて、今日で3回目なんですが、いきなりもうここで喋るという立場になりまして、すごい恐縮しております。先ほどご紹介いただきましたように、深田社長とは法人会等でいつもお世話になってまして、私はまあ建築の設計をずっとやっておりますけれども、本業以外でも、こういう歴史的な、資産を残すことをずっと興味がありまして、でたまたま名古屋市が、一昨年からこういう制度を本格的に立ち上げて、少しでも歴史的に価値ある建物を壊さずに少しでも残して、将来の皆さん、子どもたちに文化資産として残してあげたいわということで、名古屋市から名古屋まちづくり公社、そして我々名古屋駅まちみと三位一体で今取り組んでおります。で、まあ、今日そのどういうことをやってるかとか、何だということと、どういうことをやってるかということを、まあ、簡単にご説明してご紹介をしたいと思っております。よろしくお願いしたいと思います。それで、今日は欲張ってたくさん資料を持ってきちゃいましたんで、ちょっと確認だけない方はおっしゃってください。で、今日の本日の初めですね、復活させるか有志の会の次第1枚からこれ、ホルダー、これ、名古屋まちづくり公社が作った、歴史キャラクターのついた、歴まちくんっていうんですけど、それのホルダーに、もうすぐオープンします、まず、陽気荘さんの、これは、パンフレット。から、歴史まちづくりの大事な基礎となる、語りたくなる、名古屋の質問を出して、歴史まちづくり戦略。から、私ども名古屋歴まちにとって何だという解説のチラシ、それからまちづくり公社さんのチラシから、私どもが活動で去年やりました、緑区は大高にありますボーリング場の隣に残されたもう壊れる寸前の合掌造り文化区ですが、それの取り組みのチラシ、からそれまた、去年もやりましたので今年もやるチラシ、それから、博文学をですね、今年は、愛知トリエンナーレ今始まったばかりなんですけど、それの、建築部門で番外編的にですね、トリエンナーレとは別個にですね、オープンアーキテクチャというタイトルでこういう建築をいろいろ見て回ろうということもですね、愛知県にやっておりまして、これは主に県が主催するわけではなくて、こういう有志の方々がいろんなものを見つけてきたり、道がやるとか事故で申告されたりですね、いろんなことをやるんですけど、これはこれでオープンアーキテクチャの本編とはまた別にですね、一番最後裏面があるんですけど、裏面ですね、特別連携事業で、またこれも、愛知県厚かましいというか、なんていうか、こうやりたい人はどんどん参加してくださいというような感じで、こちらから自己申告してですね、オープンアーキテクチャに賛同しますということで、それのですね、真ん中の一番下にちっちゃくですね、第3回、博文学名古屋駅町人ステーション事業第3回建物見学会、10月13日になりますということのご案内のチラシ以上です。たくさんになりますけれども、まあ、時間内に収まるように頑張って、しゃべりたいと思いますので、よろしくお願いします。では最初にですね、次第にございます、名古屋市の歴史まちづくり取り組みについてちょっとご説明したいと思います。私どもやってることはやっぱり名古屋市が基本的な政策施策があって、それをもとに動いておりますので、それのご説明をですね、簡単にします。それはですね、最初にお見せしましたこの歴史まちづくり戦略、このパンフレットをご覧いただきまして、これ見とるだけでかなり時間食っちゃいますから、大まかなところは端折ります。で、まあ、これ読んでいただければ何をやろうとしているかというか一目瞭然で分かりますけれども、その中でですね、めくっていただいて3、1、2、3、4ページですか、歴史まちづくりの戦略の展開というところで、何をやろうとしているかというと、名古屋市の目標は語りたくなる町名古屋の実現から共同理念として歴史的指針をみんなで守り生かしつないでいこうと。で、その中で下で、いろんな取り組み戦略っていうのが1から4までございますけれども、これ一個一個は説明しません、端折ります。で、4番目紫色で書かれた戦略4、地域力で歴史的資源を守り生かしつなぐ仕組み作り
ということで、これが私どもやっている活動の根本でございます。でこれについては、まためくっていただきましてですね、一番終わりがけの方のページ数が変えれないですね、ごめんなさいね、これ戦略4っていうのは裏からめくったところにありますけれども、紫色のところです。地域力で歴史的資源を守り生かしつなぐ仕組みです。その一番として身近な歴史的建造物の保存活用の推進、これが一番ベースになっています。これをもとに私どもが動いているというか活動の根本になっております。歴史的建造物に関する総合窓口の設置、これは名古屋市のことです。歴史的身近な歴史的建造物の登録認定制度の実施、共同による技術的経済的支援、専門家の派遣、この専門家の派遣というのは私たち名古屋で気持ちとも登場する場面です。で、まあ、あとはいろいろ書いてありますので、もうこれご覧になればすぐ分かりますので、これはもう省略して次へ参ります。で、次ですね、じゃあその名古屋市が実際この戦略のもとに何をしようとしているかというんですけども、2番の括弧にですね、2番目のですね、名古屋市の歴史まちづくり推進室の役割というところがございます。ちょっと飛びますのでお待ちください。これが名古屋市の取り組みをですね、簡単にまとめてもらったのをいただいただけです。私はほとんど手を加えてませんので、ちょっとこれも全部喋ったら時間が足りませんので、端折りながら喋っていきます。名古屋市の歴史まちづくりについて、でさっきも言いましたように登録認定制度や、名古屋の歴史まちづくりは推進室でやってるってことも何をやってるかということを概略的に説明します。登録認定制度、これはですね、またすいません、お渡しした資料のですね、どれだったかな、白い、私抜いちゃったんだな、さっき。お手元に、あ、すみません、この資料があると思いますけど、登録認定書いて、ピラミッドの絵が書いてある絵なんです、すみません。これを見ていただきながら、私、これで同じ絵ですが、説明させていただきます。で名古屋市に限らず、まあ、全国的にそうですけれども、歴史的な建造物を保存していくには、法律的に、ここにある文化財保護法、文化財保護法をもとに、まあ、いわゆる文化財です。ですから、レベル的に高いというか、非常に指定されるのも非常に技術的な面とかレベル的な面も高いんですけど、文化財は国のレベルで検診して、あとそのちょっと緩い制度で国登録の文化財というのもやります。それとは別に景観法という法律がございまして、これはもうちょっと文化財保護よりも緩い法律で、まあ景観的に優れた建造物はどんどん残していったらいいんじゃないかと、まあ手取りだけそういうようなもとで、名古屋市で言いますと景観重要建造物とか都市景観重要建築物等とかいうレベルの高いものもあれば、その下にある一般の街中にある建物、それを、指定していこうと。で、まあ、それについて、すみません、もう一回ちょっと見せてください。これのですね、登録認定という制度がございます。で、一番底辺にある、そこの街にありそうな建物は、とにかく築50年経っていれば、歴史的、文化的に価値があれば、登録してください。名古屋市の方に登録していただければ、もうこれで登録したと思います。で登録された中で、非常にこう歴史的に価値があると認められればですね、一応名古屋市の都市計画審議会、そちらの方の認定はいると思うんですが、そう認定されると、一つ上の認定地域建造物資産になります。何が違うかと言いますと、登録はあくまで登録するだけですけども、認定されますとですね、ここに書いてある経済的支援というのが発生してきます。で何をするかというと、要するに歴史的建造物を保存したいんだけど改修工事したい。で改修工事にあたって、この認定資産をですね、改修工事費用の半分以下でかつ100万円が限度の補助金が出るという制度がございます。
それが認定資産の特徴でございます。まあ、それだけのことでございます。まあ、これで一応そういう制度があるということを覚えておいてください。先ほど言いましたように、認定されたり登録された建造物をですね、持って見える方が、ちょっと直したいんだけど、どうすればいいか分かんないから困ったなという時は、名古屋市さんや、まちづくり公社という外郭団体でございますけど、そちらへご相談をいただきますとですね、内容を審議にしまして、我々まちづくり公社経由で名古屋駅まちりというのが派遣されます。で、登録、先ほど言った登録や認定を受けた、資産はですね、無料でこの歴まち人を派遣されます。相談無料です、とりあえず。で、いろんなご相談に応じていろんな改修工事とか発生した時のアドバイスとかお手伝いとかをさせていただいております。で、次いきます。これさっき言いましたね、登録資産の説明です。原則50年以上の経過して文化的、景観的文化的価値を有する建造です。老朽化に著しくなく復活、修復活用が可能な所有者に存続してもらう。で、それに対して技術的支援を行います。それから一つランク上の認定です。登録の要件を満たしながら、歴史的建造物の一定の集積を得られる地域において、その景観の一端になる。から町並み会話の重要な要素、ランドマークとなっているもの、地域の歴史性、物語性を有するもの、衣装、材料、技術、立地などに地域の特徴を有するもの、こういうのに該当すればですね、ここに書いてあります、広告景観審議会に諮問されてですね、OK が出れば、認定したということになります。これになりますと、さっきの技術的支援にプラス経済的支援が受けることができます。で、その今現在ですね、登録資産、から認定資産どれだけあるかというとここに書かれています。今年の7月現在で認定が57件から登録が106件あります。これがその一覧表です。これをちょっと回しますので見てください。階段でここでも後でご説明しますが、まあ、その後も代表的なものを多分名古屋市がピックアップしたものですけども、まあ、これもちょっと いちいち説明すると時間かかりますのでちょっと走りながら、これは東山動物園の中にある合掌造りです、うん、これは見てた通り合掌ですから白川村から移築されたものでございます。結構遜色なく残されています。で、後でご説明しますけども、この東山の合掌造りもさらにでかい規模の合掌造りがありまして、それが先ほど言いました大田関連の多文化なんですけども、それはまたちょっと後でご説明させていただきます。これは黒川東山荘、これはですね、東別院、名古屋明帝さんの東向かいにある、もともとはこれ東別院が持ってた施設だったらしいです。それをいろいろ持ち主が変わって、なんか盲学校って書いてます。これ盲学校も多分別院が運営してたと思うんです。もともとは別院さんだそうです。で、今インテレショップ結構やり手 の社長なんですけど、ね、リアルスタイルって言います。ちょっとこれ建物じゃないですけど道徳公園やクジラ、これもなんか日程になってるらしいですちょっと怖いけど昭和2年、これもまたね、これ専門に作る技術屋さんがいて、これを話し出すとまたちょっと時間かかるんですけど、いろんなものをですね作ってるおっさんがいるんですよ。これまたお話しすると面白いんですけど、またこれ次の機会ということで、またこれは建物や改造してですね、飲食店に改造してるんですね、そのやつさんとかですとか、これも最後、登録100号旧市民市長のスタッフさんですね。で、名古屋市の町づくり、で、先ほど言ったように、歴史町づくり推進室というのは名古屋市内であります。あ、名古屋市の中にあります。名古屋市のですね、建築や都市計画を管轄する部門、住宅都市局とあります。住宅都市局の中に、都市計画を担う都市計画部があります。その中に、歴史町づくり推進室という部署があります。そこが、名古屋市の歴史まちづくり推進室を担っている部署でございます。で、私たちがやっているのはこの1番目の歴史的建造物の保存活用ですので、それ以降、町並み保存、
から文化の道、抑止との整備、こういうのもあの4点が主要な彼らのお仕事なんですが、まあ、この1番目についてあの後で説明します。ですからこれはちょっと端折っていきます。町並み保存地区、名古屋で4地区あります。有松、白壁、力、下区、地検地、中尾台、有松は有名ですね。有松絞りがあるところです。有効回答図です。白壁、力持ち、文化の地があるんですね。地検地、はい、これも奥らが中尾台で、文化の道はもうあの文化の道の方がいらっしゃいますので余分な説明はしませんので端折ってきます。双葉館があったり、下区館があったり、豊田サスケ、春館、この春館のところに文化集合住宅ってのがあったんですが、これ今取り壊されて、なんか恐ろしいような外観の結婚式場が今建てられてるんですが、ご存知の方も見えると思いますが、ちょっと恐ろしいことになりつつしています。今のサスケ邸が9月の5日に耐震建築が終わって公開になりますので、はいはい、ご紹介させてください。はい、あのまた9月5日です。はい、あのこのギラにも一番下にいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあこれもあのちょっと飛ばして、まだあのご説明いただけると思います。飛ばさせていただきます。すみません。どうぞ。だから紙ですね。指紋紙ですね。でこれはあの重要建築物の文化財になっています。サスケでこれですね。これがサスケ邸は9月の5日に耐震工事が終わりまして、はい、一般に公開されるということになります。洋館と和館があって、これひっついてるんですね。これは桑名にあるあの6階でしたっけ、あれと同じような作りですね。洋館と和館がひっついてる、まあ、邸宅ですね。春田鉄人で、これ1階が、フランス料理というので、あとはちょっとこれも飛ばしておきます。まあ、指定資料館ですね。市役所検証で、まあ、容器層、容器層も今日お見えになられているので、まあ、ビラだけ置いておきましたので、また後でご説明があると思います。長昇閣がもうすぐオープンということです。あ、ちょっとすみません、これですね、ちょっとあの市が、いろいろ手を入れてくれたので、今からちょっとお伝えします。緑が昭和14年頃の敷地、約3万ですね。で、次、これ現在、約9000人。この北側が、バンカローのある北側、こっちが、市長所になるんですね。こっちが今度、あの改修が終わってオープンされたというのがあります。長昇閣さんですね。バンカローさん。があります。これも改修工事の途中ですね。なんか仏教が見えたり、なんか地下へ抜けるトンネルがあるというところもすごくありましたし、はい、はい、でこれが、最後あのこの説明の通りですが、歴町くんというのキャラクターが、まあ、要するにゆるキャラですね。歴史町くんキャラクターです。ご賓にしてやってください。歴町くんはヘアスタイルがなんと鬼瓦なんだそうです。ダッセーと思うんですけどただその、歴史町づくりになられて手に木槌をですね、これで建造物を修理する。で後ろにあの残りを持った音も引き連れて、なんか服は胸張る作家がもらったらしいんだそうです。で次にですね、どこまで行った？次3番の方へ行きます。名古屋で木町人についてですね。資料はですね、先ほど後ろだったこれだ。名古屋で木町人、ちょっと色づいで綺麗な、これ、まあ、松造り公社さんが作っていただいた
我々の取り組みを簡単に求めた資料です。説明入ります。名古屋駅町にとは、なんていうんですか、正式には名古屋歴史的建造物保存活用推進ちょっとした神様の新しい名前です。何をするかっていうのは、主に派遣制度で派遣員として相談業務に当たっています。名古屋市の方から地域建造物資産に登録より認定された適正建造物の所有者や使用者に対して、建造物の保存活用について名古屋市や町づくり公社に相談されることから、我々が、駅町人として派遣されて具体的なアドバイス等をさせていただいております。まあ、それを外来という方で認めています。相談したい人は、名古屋市や町づくり公社に相談いただくと、我々が関係されていくという。何をするかというのは既に書かれていますけれども、まず保存活用について所有者のお考えを伺いアドバイスを続ける上で必要な建物の調査をします。3番目が一番特徴なんですけれども、保存活用のための補修、改修、活用方法などについてアドバイスをします。でまた売買、貸し借りにかかるテナント探しについてもご協力しますと。ちょっと欲張っていいですけど、本当にできるかなという気もしますが、まあ一応そういう名目になっています。これ先ほどご説明しました、登録認定資金ですね。で、この認定資産登録資産には技術的資金がある、認定資産には経済的資金があるということです。さあ、で名古屋で駅町人ってどうするとなれるかということですが、養成講座っていうのは、私は平成23年を受けた第1期生です。だいたい23年が今年25年まで3期にわたって養成講座を行われました。ここにお見えの加藤さんがその養成講座を中心に運営された方でございます。で、私は1期でして、1期は延べ、23年の1月から6月延べ11日から60時間2期や3期の方は12時間、56時間という講座をですね、晴れて、それが終了すると、登録されると。で、今ここに書かれてますけども、第3期が終わりましたので、1期、2期が56名、第3期を入れると今、77名が歴町人として登録されております。ちなみにこれちょっと何をやったかというのは、この今年の3期の講座の、カリキュラムなんですけど、陶器やら歴史やら庭園、耐震の設計から演習というのはですね、現地っていろんな測量を実測したりから、あと改修で大工さんやら河原から人とか左官とかですね、いろんなことを確認します。で最後、身近な建築物を我々が探し出してきて、これを保存するにはどうすればいいかという、いろんなワークショップみたいなことで、最後その活用方法を提案するというところまで終わって無事終了。それを最後に発表会で行って終了で、我々その終わったものが何をやってきたかというのは、この、活動の歩みとして概略でまとめました。第1期が終わった時点でちょっと期間が空きましたけど、10月10日に、名古屋市が主催、まちづくり公社が主催で、歴史的建造物振興10年というのを行いました。立花町、名古屋の、東別院の西側に本町通り会はですね、立花町の、歴史的な建造物を見学しましょう。それにあたって我々歴町人が、建造物のご説明を担当したというのが最初のデビューでございました。23年10月とで、その後、今度鳴海町へ行きまして、鳴海の旧東海道沿いの街道沿いにいろんな古い歴史的資産がまだまだいっぱい残っています。これも登録、文化財になってないんですけども、文化的に価値があるのがいっぱいありますから、一つでもね、登録認定されるということで、これも地元の地域のですね、歴史を研究されている、ルネッサンスフォーラムの方々と一緒に街道を回ってですね、まず歴史的な建造物、建物の掘り起こしから始まって、いいとこ探しっていうんですけども、いいとこ探しをさせてもらいました。これが、去年と今年と2回にわたってで、これまでは単独で歴町人がそれぞれ動いてたんですけど、それではちょっと効率悪いということで、もう終了したものがみんな集まってですね、
あの会を作って自然的に、我々も勉強しながらいろいろ町づくりも進めていこうじゃないかということで、これまだ去年なんですよね。去年の3月15日ようやく設立総会、設立後に初めてやった、歴町人の会主催の、事業として、先ほど言った有松の中にある、棚橋邸という、国の登録文化財になっている建物なんですよ。その建物ですね、歴町の相談員ありまして、その方が、相談で行かれた時に、これはもう早く直さないということで改修工事にすぐ決まりまして、派遣企業からも改修工事になって、で、その担当された方に、改修工事の視察から状況を、説明ながら見学会をやりました。続きまして、去年、4月ですね、お花見の時期なんですけど、またこれも相談業務がありまして、とにかくもう何とかしたいと、ボロボロで早くしないと壊れちゃうっていう感じの、もうすごいなんですけど、これよく調べるとね、すごく文化的にレベルの高い建物で、博文館っていうんです。それがですね、今日お配りしました。これその時やった、ビラです。ちなみにこれ去年ですから今年はまた後で出しますけど、でこれ、後でこの博文館をご説明しますけれども、ここを見学してこれ早くしないと本当に残らんだろうと我々も思いまして、でこれを早く何とかしたいということで去年これをイベントを行ったということです。それ以外にあと、去年、一昨年か、川村市長が歴町人をだいぶ応援してくれてますので、一杯飲めんかという話があったかどうか分かりませんけど、我々と一緒に懇談会をして、お酒を買わせていただいて、懇談会もさせていただきました。あとは別に、それとは別に、歴町人の会とは別にですね、中区に残された、民家のですね、それを、庭木をちょっと選定するワークショップっていうんですけど、ここの住まいにですね、すごい、立派な、残月床っていうんですけど、すごい床の間のあるお座敷のある建築だったんですけどね、残念ながら取り壊されちゃうという悲しいです。はい、でこれが我々やってきた活動の概略でございます。次にですね、まちづくり講師です。まちづくり公社さんは、先ほどからも従来説明しましたが、我々派遣業務を仕切っている団体でございますので、詳しくはこの黄色いビラをご覧いただければわかると思いますが、中を開いていただきましてですね、その、丸2というところにですね、景観整理法に行っている事業、歴史的建造物の保存活用に行っている。で、さっきもご説明しましたこうネットワークの絵が描いてあるんですけれども、その下にですね、名古屋市歴史的建造物保存活用推進会議というのがございまして、我々の歴町人とか、町づくり公社や歴史町づくり推進室の、広報から支援していただく団体なんですが、そのメンバーが今日いらっしゃる小関さんがそのメンバーでいらっしゃいます。お世話になっておりますということで、はい、続きまして、駅町人と続きました。じゃあ、博文館をやります。4、博文館ですね。先ほどこのビラでありました博文館のイベントをやった時の内容をからご説明します。平成24年11月23日に行いました。で、これはこのチラシのそのままですね。でこのイベントはですね、多くの市民に
広報するという広報するということで、平成24年度の名古屋市歴史が続く活動助成と述べました、補助金として50万いただきました。それでこうイベントをいろいろ回していただきました。で、博文館ってどういうところにあるか今からご説明します。これ緑区の、大高なんですけれども、これが JR 東海道線の新幹線、これが、名古屋高速さんの大高線で、これがあの港の各伊勢湾岸と、でこれがここから分かれて名医館になりますね。もう三角形に囲まれた陸の孤島なんですよ。で、まあ、グランドホール行った方は分かると思います。昔はスムーズに行けたんですが、今はもう行くのになかなか大変、高速道路の高架を降りてむちゃむちゃ回っていかないといけないんです。ですからもう博文館、昔は著名な本当にカップ料理店だったんですけど、お客も大勢で繁盛してたんですけど、もう陸の孤島になってから全然お客が来なくて、もう5、6年前からもう閉鎖してます。ですからもう建物は使われないとすぐボロボロになっちゃいます。それを今からご説明します。で、一応これはですね、飛騨白川村にあった合掌造りで、三幌ダムの建設に伴って水没するということで、昭和34年に築改修、岩瓶芸用に対して利用されておりました。そうですね、浅熊に匹敵するぐらい、ちょっとまたこれで説明しますけれども、でこれはですね、民芸ってことですね。雑誌民芸にね、この博文館が載ったんです。なぜ載ったかというと、今言ったように白川郷から移築したんですから、移築に関してその民芸の方たちがだいぶ援助してるっていうか、噛んでるんですね、移築に対して。で、ここに書かれているように、その博文館の特集記事の中に、柳宗悦とか、河合勘次郎とか、安川圭一。安川圭一っていうのはこれ、富山の民芸協会の会長さんなんですね。で、伊藤安兵衛っていうのは、まあ、これ建築の移築に関する専門の方ですけれども。で、この、ずっと冒頭読んできますね、河合勘次郎の本ですけども、名古屋の旅館、高築の女主人、角さんから市の郊外で大きな池に沿った。景色の良い丘に家を建てないかと人に勧められるという話を聞きました。そのうちいつの間にか角さんはダムの水没する白川郷三幌ダムの大きな民家を買って保護して住んでいることになったんです。で、これを誰かに頼んで建てていただきたいということが始まって発端で、ここへ白川郷から移築された。今ありましたこの加古川池っていう池のほとりに当時こう建てたんですけど、当時は東海道線からこれ多分東海道線から眺める景色とはちょっと違いますけれど、これは次ですかね。池沿い、池の対岸からこう十分見えたんですけど、今はもう木がむちゃくちゃ生い茂っちゃって屋根が全然ほとんど見えません。で、これが移築する前のこれは解体してるかな。で、これ解体を現地で組み立ててる。で、その移築後の建物がこれ広告として載ってたんですけどね、白川郷の民家建築民芸用品博文館名古屋市高築経営で、この岩根も最後のこの文末に書かれてまして、この建物は飛騨の西の方の大野郡白川村今、滝本製造士の住宅であったと書かれてますけども、誰が住んでたらいいかっていうのがすごく分かったまあ、そのような建物もですね、我々がなんとか、手を入れなきゃいけないということで、去年から、去年のその11月のイベント前、夏過ぎてからかな、定期的に月2回ぐらいのペースでお掃除にまずかかって、そこから始まりました。最初来た時は本当、猫屋敷でした。野良猫が我が物顔で活動する、もうほっこりまぬけの恐ろしい幽霊屋敷でした。ロキソンもそうだったと言っても聞きますけど、いや、そうじゃないです違いますかでもまあ、ほんとすごいことでした。で、こうやってお掃除しながら障子も張りたいとか、いろいろきれいに見栄えを切りさせていただいて、これがその中の内部ですね。下はもう民芸旅館で、民芸料理店がやってましたから、民芸中にちょっと改造されてるんですけれども、2階から上も
飲食できる部屋なんですが、部分的にちょっと改造しただけで根本的な合掌をそのまま残されています。すごくでかい合掌造りです。これはあの登録資産になって、これはちょっと、間取りなんかも聞かないな、なんで飛ばしていきますね。で我々のですね、まちづくり活動助成を受けた参加の意ということで、まあ、歴史的資産を残していこう、とにかくまず多くの人に知ってもらって見てもらおう、から将来的にこの建物をですね、テナントとして利用できるような人を見つけ出そうじゃないかと、で所有者に何らかの、ね、事業収入をもたらすことができないかと、あと地域へのまちづくりに貢献できる、この我々がイベントを行うことによって地域住民の方の積極的な参加が促せればいいんじゃないか、地域が地域のシンボルになればいいんじゃないかと。でイベントを行う前に、チームシンボルさんからチーム経済さんから地元大高の学生の会話にいろいろ取り上げていただいて、反響を聞かせるか、200名超える方にご来場いただきました。その時の様子ですね、説明会からさっき説明した資料そのままパネルにして説明した、これ2回で、ちょっとそれとは別に、あのここにも書かれてますけど、ただ見るだけじゃちょっとつまんないんで、能楽パネルを、あの会員の中にですね、出来持ち人の会員の中に、能楽をやれる家計さんっていう、大鼓をやれるかなのご子息が見ましたので、お父様にお願いしてですね、大鼓、鼓の演奏会で、子供たちに教室で教えてるんです、その家計さんは。なので子どもたちにほぼボランティア的に参加していただきました。鼓の演奏から歌いですね、洋曲もやっていただき、あとそれとは別にですね、地元の方がぜひやりたいというなんかあの参加意思があって、絆若者司会というなんか地元のこのねクラブがあるみたいですけど、それが踊っていただきました。これが、その後の第2回目の授業、3月の、時期ですね、あのお花見を兼ねたこれはその時ですね、あの1階のところにひな人形4連5連とたくさん並べて、あと花餅を作ったりから折り紙教室とかやって、あと子どもたちにクイズで博物館を勉強してて、でこれがですね今度やる、あれちょっと切れちゃってます、今年の10月13日に同じようにしたイベントとなります。去年と同じように建物の見学会とプラス地元の大高の街歩きもちょっとやろうと思います。白雲がかかるのは南大高なので、JR でちょっと移動していただいて、一刻間北の大高というところに、上野石像、山盛石像、万丈石像という酒蔵があるので、春光日ですね、お寺もいろいろあるので、そこにぐるっと一回りしていこうという街歩きもやります。あと子どもたちが立てると思います。これが資金を発表するかですね、はい、これが白雲閣の概要でございます。でちょっともう時間がないもう多少って言っていいんですけど、登録資産、先ほどこれをですね、全部見ようと思うともう当然時間がなくなっちゃいますので、これ後でまたゆっくり皆さんに見ていただこうと思いますので、私がちょっと関与した物件を説明します。で、先ほど言ったように登録資産で気持ち人も一応登録してもらうように応援してまして、この私が関わったこの伊藤樹林効果、これはあの先ほど言いました、歴町人の養成講座で、いいとこ探しで取り上げてですね、発表もさせていただきた説です。からあとこれは、外堀通り、今壊してる明太さんのちょっと東側かな、外堀通りの鹿島屋という織物詰め物ですね。でこれちょっと、まあ後で説明しませんけど、ここに看板、袖看板がありまして、この袖看板はなんとあのこの地域の、絵を描かれた伊勢温水息子さんの伊勢寛水
さんが書かれた看板があります。で、あと登録客です。で、伊藤寺。場所はですね、昭和区東高通り2丁目交差点南側。これ、都市部道路、空港線ですね。で、角に愛知銀行がありますけど、これを南へ行った。これちょっと三角の、これがそうです。で、これが外観です。で、北側。正面はちょっとサイド張りで、あと残り三方は下見板、一辺銀の。なんですが、洋風の作りなんですけど、屋根はなんか、日本側で吹いたりするので。で、東側。裏側ですね、裏手に庭のある側ですが、これも途中まで下に板で来て、ここから和風の縁があって、戸袋と雨戸なんですけど、で、これ昭和7年に新築されたらしくて、戦争中も耐え抜いたんですが、なんと名古屋空襲の時に焼夷弾が降ってきまして、この縁側の屋根を突き抜けて、から床板も突き抜けて、下に残ったんですが、燃えずに残ったと。で、あと補修した後も見せていただきましたけど、本当に床がえぐれて補修してありました。あと焼夷弾もいろいろ降ってきたんですけど、燃え出したものは地元の人が消火活動で飛んできてくれと、そういうなんか消防団が持ってた感じですね。で、これがですね、その外壁西側正面のタイル張りなんです。これが同時化のタイル、スクラッチタイルっていいます。で、こう粘土をですね、焼くタイル焼く前にですね、こう節のようにガーッと引っかいてですね、模様をつけてですね、それをスクラッチタイルと言います。スクラッチタイルの起こりはですね、日比谷にありまして、今明治村にあります旧帝国ホテル、ランクロイドライブという方が設定されて帝国ホテルです。その外壁のタイルが最初なんです。で、帝国ホテルレンガ製造という会社が請け負って、それが今のイナックス、ビクシーの前身になっています。で、これ素焼きなんです、本来は。ですけど、後から色できたのは精油で上手に仕上げたりしています。ちなみに参考でこれ、名古屋市公開と、これも昭和6年ですけど、これも精油で細かい作らせています。で、ちょっとこれとは異質なんで、このちょっと引っかきもすごい、引っかいかカスがいっぱい残ってて、これちょっと面白いんですけど、で、中は薄にかけて、なんかオリベーチックな感じするので、こんなタイルって昔も使っとったのって、イナクソに聞いたら、はい、やってましたということで、それが当時、有名な復元タイル、復元工事をやられたらしくて、トヨタ喜一郎でも、こんなタイル、ちょっと似てますけど、まだちょっとこれ、細かいですね。こんな感じですね。当時こういうのも流行ってたらしいです。で、次にですね、派遣業務、私が請け負った派遣業務をちょっとご紹介します。先ほど言った登録物件、認定物件ですね、第3号ですね、天満屋といううどん屋さんなんです。これは長く立花町にある、ところ、まあ、知ってる方もいるかもしれませんが、木造2階建ての、町屋作りで、もともとは地金商といって銅板だとか、なんかその銅の加工工事をされてたらしいです。で、それが代が変わりまして、今、うどん屋さんをやられています。で、何を、改修工事をしたかというですね、もともと、今ありますように、蒸し子窓って言われますけど、2階の窓にですね、格子が入ってたんです。ただこれ、戦争中にですね、焚き火がなくなって、お風呂で燃やしちゃったのよっていうお母さんの話で、ないんです。で、それを復元するというのがです。からあと、外壁がかなり漆喰塗りなんですけど、傷んでまして、黒漆喰を復元するというのと、あとここにエアコンが乗ってたんで、これを取り除いていってたんで、であとちょっと看板がちょっとチャッチンで、ちょっとらしくしてしまったことで、まあそんなような工事を。ここも認定したんですので、蔦野さんは木製なんですけど、当時これ認定をガラスとフロスとしてガラスの場合ですね。で、まず、蒸し子窓の格子ということで、で、2階上がってきましたよね。窓の外を見ますと、窓の外にですね、枠があって、残ってるんですね、穴が痕跡として、もともと格子が入ってた。だからもう、直径が4センチぐらい、長さで 1.5 から6だったかな、ぐらいの長さで、本数もこれで感度すれば分かります。これ下、これ上で、ここにどんどん、木を丸く削って、こう、どんどんはめ込んで。で、それが出来上がったのがこんな感じですね。改修前、かなりこう、雨が当たるんですよね。
で、この上半分は綺麗なんですけど、下半分がもう漆喰がこのようにボロボロに剥げちゃって、で なおかつこれもともと黒漆喰塗られたんですけど、漆喰の上に黒いペンキを塗られてですね、すごい綺麗なんですよ、見た感じが。非常によーく見るとペンキが塗られてるんですね。なので、一応補助金を打っている改修工事なので、ペンキを塗ることはちょっとできませんので、あのちゃんとした黒漆喰を本物を塗って、それで終わりということです。黒漆喰を塗るとですね、ちょっと乾燥してからグレーっぽくちょっとなるんですね。だからちょっと既存にちょっと色が違ってきちゃうんですけど、まあこれは仕方ないということで。あとは、エアコンを取り除いたり、看板をきれいにして大満足であったりで、ここ あのこれがご主人、息子さんで、これがお母さんですけど、このお母さんは、なんとこのお母さんのおじいちゃんは、元名古屋市長の、大岩さん、大岩さん、大岩さんです、大岩さんなんです。大岩さんのお孫さんだそうです。僕もこの工事になって初めて聞いて、あの大岩さんの新聞記事が店に当たって、ほーって言ったら、これ私のおじいちゃんよなんて言うんだから、びっくりしたし。で、あの河村市長もよくうどん食いに見えるみたいで、認定資産をこう買ったら、じゃあ俺サインしてこうかって言うから、サインしたらしいです。はい、で、次は、あ、残されなかった件、今10周路って残ってますもんね。10周路は解体してますよね。解体してるから、でもうないのになるなるまあいいですね、ちょっとみたいな。ちょっとだけ載せます。あの10周路非常にいい、あの大園の方にある余裕感だったんですが、拡張もあるいい図鑑で、木造でかなり広いんです。10周というぐらいですから、終わりの周辺の高田、三河田、なんだ、二の第一年度10周が見渡せた。冠に立てたんでしょうね、登録有形文化財。登録有形文化財ってかなり雑誌に載った建物があったらしいですが、もうなくなっちゃいました。ちょっとこれ、あの中は端折りますまだありますらしい。で、もう一つ、これはあの先ほど言いました鳴海の歴史町づくりのワークショップで歩いてた時にですね、鳴海の街道の、平部という集落、東端の集落に近いところにですね、草津温泉という銭湯が残ってたんですけど、まあ、営業は全然せずにもうずっと建物だけ残ってた。これがですね、なんと今年の、2回目のワークショップやる時だから1月、去年の年末ぐらいに壊されちゃって、ないんですよ。ちょっと面白かったのは、この草津温泉っていうぐらいでしたから、この建物の入り口にこう庇があってですね、これお寺でいうハーフで、これ下魚なんですけど、下魚のところにこう温泉マークがついてます。これは面白いやということで、ちょっと写真として残してたんですけど、機会があったら面白い、行ってみたいなと思ったんですけど、これをですね、歴町人の第2期の養成講座で取り上げた方があって、発表もされました。で、これを福祉施設かな、なんかに転用するような提案されました。はい、次は、自分自身が残したいなと自分勝手に思ってるわけですよ、これ。勝手に思ってるわけですよ、ちょっとこれを。これすぐ、こういった、ここ、サウナですね。サウナの隣、ウェルギーさん、北隣にある。ちっちゃな町屋作りの、もともとは和菓子屋さんって消化炉。どうやったらあるの？やってません。やってません。やってません。かあもう、カーテン閉めちゃって。これをこう買っとくとどうなっちゃうんだろうなと思ってるんですけど、これ看板が残ってるんですけど、うっすらと消化炉って書いてあるんですけど、ちょっとこれ、まだ読み見えないしね。これも何とかしたいなと思ってるだけで、まだちょっとなんか思ってます。あと私がいろいろ仕事やなんかでこうブラブラと街中歩いてて、これ熱田の方ですね、高倉というところに高倉小学校ってのがありまして、そのすぐ南向かいにちょっと立派な民家が残ってたんですよ。で、これ、あ、すごいな、こういうの残せるのかなと思って、よく見ると空き家みたいで、
で、どうこうしてる間に2、3ヶ月過ぎたらもうここにあのフェンス張られて不動産屋の管理っていう看板が立っちゃったんですけど、なんかちょっと所有者の都合でまだ当分壊す予定はないよということらしいんで、このまま残ってるみたいですけど、これも買っておくとなんチェーンかなと思って、結構立派な小屋のお住まいに荒れてます。でこれは、画上園っていう、山頂っていうところにありますね。あれのもうちょっと北行った、これも小学校の向かいぐらいで、これ歯医者さんの多分ご自宅なんですけど、これもちょっと和洋折衷の面白い家で、表はもうそうです、こっち、まあ、裏もあるとちょっと洋館と思うで、まあ、これも今後残っていただければありがたい、うん、スタンドさんの大逆用ということでご紹介させていただきます、うん、はい、お時間どうでしたか。あ、もう50分、1時間過ぎちゃいました、はい、で、あと、まあ、ちょっとお知らせで、チラシとしてもう、私も専門じゃないので呼ぶことはありませんので、あの陽気象さんがもうすぐ8月29日オープンで、記念イベントを9月にやられています。でトヨタサスケテも9月5日に行われますということのご紹介でございます。以上でございます。